はい、こちら、2022年6月に広島県、福山市の一般道で、スポーツカーを時速120キロで運転し小学生を死亡させたなどとして過失運転致死傷の罪に問われた、30代の、男性医師に対して広島地裁福山支部は6月4日禁錮3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。刑事事件の方ね、刑事事件の、報道によると医師は法定速度を70キロ上回る120キロで交差点に進入、衝突した軽自動車に乗っていた9歳の女の子を死亡させたほか、歩道にいた男性に怪我をさせたとして過失運転、致死傷の罪に問われていた。これはね、後で言おうか。医師は過去3度の速度違反歴があり、指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ過失の程度は大きいとされたが、ね、過去3度の、速度違反歴があり、すごいな、過去3回スピード違反で捕まった。僕悪いけどスピード違反で捕まったんやったら20代ぐらいがピークやったけど、スピード違反でスピード違反で捕まった回数だ、僕のね30回ぐらい捕まってんねん20代ぐらいの時にね30回ぐらい捕まってるけどな。でこれね、指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ過失の程度は大きいとされたが、右折するやな、今回問題なのが右折する被害者側の車が病院の先生、医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮して、だから直進と右折、直進と右折やったら、基本、優先順位で言うとね、直進がね、実は残念やけど、直進が優先、右折は、悪いけど直進した車の、やっぱ確認ミスや言われたら、これが20キロで入ってきた車でも、例えば200キロで入ってきたとしても、右折やな、右直事故って言われるやつね、右折と直進の事故の場合やったら、右折してくる車にも過失がある。で、直ちに実刑に処することは躊躇されるとして、執行猶予付きの判決。で、この判決に対してネットでは、時速120キロで走ってくることを確認しろっていうの、軽量が軽すぎる、なぜ危険運転致死罪が適用されないのか、など、厳しい声が多く上がった。これはね、ネット民の方たちの、ネット民の方たちって、ちょっと頭が悪いのんて、ネット民の人は。知らないっていうことが、知らないっていうことが、頭が悪いっていうことが分かれんのかなって、この人たち、って思うねんな。これ、時速120キロで走ってくる車を確認しろっていうの、僕は確認するべきやと思いますよ。僕は。右折するんやったらね、交差点で右折するんやったら、前から来る車は、やっぱり見とくべきやと思いますよ。僕も教習所でね、講習受けた時に、今でも覚えてる警察官の人やな、言い分で、それは理にかなってるから、それは理にかなってるから、僕も今でもやってるけど、僕が交差点でもし仮にやで、交差点で右折すんやったら、前から来る車やな。右折するときに、前から来る車は、完全にやで。完全に。前の安全、前方の安全が確認できるまでは、前方の安全が確認できるまでは、右折はしないですよ。これはもう教習所じゃないって試験
門真の試験場で講習受けてる時に警察官の人が言ってあったから、あのカメラ回してる時見てもらったわけやけど、右折する時って前方の車が全くゼロか間違いなく、自分が余裕持って曲がれるまでは右折しないとはずやねん。なんでって言ったら、右折と直進やったら間違いなく、右折した方が過失が大きいからやな、事故起きた時は。で次やな、120キロでも、確認しなあかんの、しなあかんやろ。すごい勢いで車来てんねんから、その車やり過ごしてや、その車やり過ごした後完全に前に、問題がないのを確認したから右折したら、こんなこと起きひんねんから。で次が量刑が軽すぎる。ん？これは裁判官が決めることやからな、判例から。で、あとこれ、なぜ危険運転致死罪が適用されないのか、なくなってるからやねんけど、これはね、知らないっていう人がいてんねやったら教えてあげるけど、交通事故でいうね、過失致死と過失傷害の違い。例えば現行犯で逮捕される人がおって、過失傷害、相手がまだ生きている時に捕まっている場合過失傷害で、その人、亡くなる人が24時間その事件事故の原因、因子やな、原因があって、因子があった後、24時間以内、これ道路交通法で決められたはずやで、24時間以内に亡くなった場合、その事故や事故とか原因があって、その原因が分かった時間から24時間以内に亡くなったら、これ実は致死、過失致死とか、今回の場合だったら過失傷害か過失致死の違いは24時間前か後かやねん。だから今回この9歳の子供が亡くなったのは、おそらく、過失致死じゃなくて過失傷害になってんのは、多分ね、病院の先生のとかの介護もあったんやろうけど、24時間過ぎてから亡くなってるから、過失傷害罪の場合はそうしなあかん。出なかったら、これ過去にもあるけど、例えば交通事故じゃなかったも何でもええねんけど、人を怪我させてその人が1ヶ月後に亡くなった場合、1ヶ月後にね亡くなった場合、それはほんだら過失致死なんかって言われたらジャッジができひんのよな。どっかで判断基準、決めなあかんから、24時間経って亡くなった方、24時間経ってから以降亡くなった場合、過失致傷、24時間以内に亡くなった場合は、もしくは警察官がこの現場に来て、子供の容態が非常に悪いと、でその場で、亡くなっているのか確認された場合過失致死になる。これ仕方がないよ。でこれね、一般道で、一般道時速120キロで走行すること自体がかなり危険な行為と言えそうだが、問われた罪名が過失運転致死罪で、致傷罪ではなく、過失運転致死、致傷罪か、ごめんって、あれどっちも致死って書いてある、致死やな、ではなく過失傷害だったのはなぜだろうか、これ時間やん。で刑が軽すぎるっていう評価は妥当なのか、で元検事の人に聞いてみる。時速何キロ以上だから処罰できるものではない。これは今の世の中そうやで、残念やけど、過失運転致死傷罪は2001年に制定された。それまで交通事故はすべて業務上過失致傷罪で処罰されていました。当時の業務上過失致死罪の、量刑は懲役5年が上限。悪質な運転事故に対する処罰としては軽すぎるという被害者の声を受けて、新たに当初は
刑法に、規定された犯罪でしたが、2013年に制定された自動車の運転により人を死傷させる行為等を処罰する 法律に移されています。危険運転致死傷罪で処罰されるのは以下の8種類。酩酊運転、もうなんかあーって意識が朦朧としてる人ね。制御困難、高速運転、制御困難、ここに多分ね当たるはずやねん。ここに今回の場合、制御困難、高速運転で、3が未熟運転、4妨害、走行中の自動車の直前に進入で、妨害行為、走行中の車の前方で停止など。6高速道路等妨害、信号無視、通行禁止道路運転って書いてあるよ。ほんだらね、制御困難、高速運転かって言われたら、申し訳ないけど、これね、フェラーリやったかな。確かフェラーリやねん、これ乗ってた人がフェラーリやねんけど、フェラーリやったら、120キロでも止まれるだけのポテンシャルは持ってるって言い方されたら、道路交通法では50キロやったとしても、止まれるか止まられんかのジャッジやったら、残念やけど、いい車乗ってる人は、止まれる、止まれる。で、逆に右折してる人やな。右折した、今回被害者になってもうたけど、右折した車が、前方確認を怠ってるんじゃないか。裁判やったらムカつけど言ってくるからな。直進と右折やったら、直進する車の方が優先順位があったとしてもや。右折する車に責任がなかったのかって言われたら、これはね、残念やけど、なかなか厳しいとこやで。スピードじゃないねんて。例えば、50キロの道路で、60キロで亡くなったら、なんでやねんって言う人もおるやろうけど、200キロやったらさすが200キロはって言いたいけど、軽自動車で80キロと、軽自動車の80キロと、例えば高級スポーツカーの100キロやったら、軽自動車の80キロの方が危ないで。正直、危ない。まあ、あと、この辺やな。この辺の件に関しては、まあ、今回これ刑事事件やから、執行猶予5年って言ったら最長やから、この病院の先生は5年間は多分車乗らないと思うわ。乗らないし、免許は多分、相手なくなってるし、まあいろんなこと考えたら免許はなくなってる可能性があるかな。免許はなくなってる。けど5年間、執行猶予5年やから、5年間、我慢して、で、その後できたらいいし、で、僕はね、これは今でも覚えてるけど、相手が病院の先生やった、相手がね、病院の先生やったことは、まだ、相手が病院の先生やったことはまだね、これ不幸中の幸いじゃないかなと思うで。そこらのわけわからんサラリーマンとかやな、そこらのサラリーマンやとか、おじいちゃんおばあちゃんが、ね、そんなことして、やってんのと比べたら、まだ、民事やな、民事訴訟の方はマシやと思うな。民事訴訟の件では、申し訳ないけど、マシやと思うわ。相手が病院の先生やったっていうのはね、お金は払ってくれるやろから。お金で解決できる問題じゃないけどね。お金ですら払えない人おるんやから。世の中には事故を起こして、お金払われん人いくらでもおるんやから。まあこれ福山やろ。福山やったら JJ とかいうやつやったら払われへんよな。頭悪いから。JJ とかいうやつやったら頭悪いから払われへんと思うわ。まあその前に JJ いうやつがフェラーリなんか買えるわけないけどな。無理やと思うわ。だから、なんやろうな、まあ、車乗ってて、ね、車が好きで乗ってる人がおって、まあ、多分この人、フェラーリかなんか乗ってあったとしてやで、
フェラーリ乗ってて、まあ実際フェラーリ乗るからには責任が取れるから乗ってんやろ。だから街中でやな、スピード出して乗ってんのも責任が取れるから乗ってんやろ。僕らやったらそう思うけどな。うん、責任が取れるから、まあスピードも出してるって言い方、これが適切かどうか分からへんで、けど相手が病院の先生できちっと責任が取れるんやったら、スピード出せ言うてるわけじゃないけどね、それは一つの方法論としてはあるよ。僕でもどっちかって言えばちょっとアクセル踏み気味やけど、アホみたいに文句言うてくるやつおるけどやで、ここは法定速度で60キロやろとか50キロやろとか言うてるアホおるけどやで、俺別に私責任取れるからって言って、何かあったら責任取れるから言うて、それで終わりやけどな。うん、責任取れるから、うん、人怪我させたりやとかやで、なかったら責任取れるから、うん、もうそれ以上もそれ以下もないやん。うん、責任取れる言うてんねんから。うん、逆にやで、今回のこの件でな、この、フェラーリが直進したフェラーリが右折した車と当たって、フェラーリが破損した分やな、フェラーリが壊れた分のこれ損害賠償は、これ亡くなった家族のお父さんの方やな、運転してたお父さんかお母さんの方に責任、フェラーリの修理代請求されるからな。交差点やったらおそらく64やねん、カシワレや64やん。フェラーリがスピードが出過ぎてたから言うても、フェラーリのスピードが出過ぎてたから言うても、73、カシレータ73、82にはならんと思うで。73、多分民事訴訟とかだったら必ず突っ込まれてると思う、多分な。右折すんやったらなんで前確認せえへんねん言うて言われたら、73頑張って。うん、だから僕もよく言ってんねんけど、右折するときやな、右折、右に曲がるとき、交差点に右に曲がるときは、前から来る車、前から来る車、歩道やな、歩道の前後、歩道の、人がいてんのかどうか確認してから曲がるようにしとけんかったら、うん、責任問われるでっていうふうなことですか。はい、ちょっと画像がちょっとえぐいから音声だけにしてるけど。